天体望遠鏡の部屋。SV ボニー MK105 マクスト深瀬グレンキョウトン開封と紹介両編。2023年2月、口径 105mm の F13 マクスト深瀬グレンキョウトンです。年末に SV ボニーから新しいキョウトンが出ていて気になってはいましたが、最近3000円のクーポンが配布されていて、これはチャンスと思い購入してみました。おまけでレンズクリーニングキットがメッセージとともに入っていました。レンズペンとクリーニングクロス、そしてエアダスターです。キョウトン本体です。手持ちのアキューターオプティクス MAK80 と若干性格が被ってしまうキョウトンではありますが、口径が大きくなり F 値も大きく超焦点なので性能面は期待できます。説明書は日本語の記載もありますが、若干意味不明な和訳が見受けられます。まあ説明書なしでも特に困ることはない感じです。キョウトンはすべて金属製で剛性も高そうなので、 ISS の撮影等により向いているんじゃないかと思います。もうちょっとお金を出せば定番のスカイウォッチャー MAK127 が入手可能になってくるので悩みどころですが、ここは初物好きでまだ使っている人が少ない SV ボニーに新作をあえて選択してみました。接眼レンズやファインダーなど京都以外の付属品は付いていないので、すでに望遠鏡意識を持っている人向けです。その分コストが抑えられていると考えれば、この方が個人的にはありがたいです。ツヤツヤのグレー塗装が目新しい感じがします。手回しビスが5本入っています。2つのファインダー取り付け箇所があり、そこに3つ使用します。残りの2つはアイピース固定用ビスになります。内側の真鍮バンドを押さえつけることでアイピースを固定します。アイピースを使用しない場合は金ピカで乱反射の原因になるため対策が必要です。アイピース固定用のパーツを外してみます。ネジ部の滑りが悪くて嫌な音が出ます。コストダウンの影響なのか安っぽい感じがもろに出ています。このゴムキャップの下に高軸調整用のビスが隠れています。どれくらい高軸が合っているかは謎ですが、しばらくは出荷時の状態のまま使用してみます。アイピース固定用のパーツはなぜか遊びが大きすぎてセンターが出ない仕様となっています。設計意図がよくわからないですが、センターが簡単に出ないのはちょっと気持ち悪いです。この作りを見てしまってテンションガタ落ちです。
穴の寸法はほぼ同じで、若干鏡頭側が大きめになっています。テーパーがついていればセンターが出ると思うのですが、平行面で接するようになっています。スケアリングが狂うよりはマシかもしれませんが、もうちょっと対策の仕方はあるんじゃないかと思います。次にメニスカスレンズとご対面です。中央の反射部分はきちんと計測していないですが、ちょうど 30mm くらいです。あと鏡頭内を覗くとミスが2つ飛び出ているのに気づいてしまいました。影響は少ないのかもしれませんが、こういうところにも気を配っているかどうかで製品全体の印象も変わってくると思います。ドブテールバーは3箇所位置調整できるようになっています。前方向にずらすことができるようになっているのですが、どう考えても後ろ側にずらす可能性の方が高いのに、なぜこのような方向で取り付けられているのか謎です。ファインダーやカメラを取り付ければ絶対的にリアヘビーになるはずです。前側はレンズフードやレンズヒーターの取り付けが考えられますが、後ろ側より重くなるケースは少ない気がします。ちなみにドブテールバーの前後を入れ替えればより後ろ側で支えることができるようになります。ミスの先端は一応黒塗りされていますが、艶消しにはなっていません。飛び出し量を軽減させるためにワッシャーを1枚かませるようにしてみました。しっかりとねじ込んだ状態でほぼつら位置になり、余分な出っ張りはなくなりました。本体のみの状態でバランスする位置はほぼ中央部分になっているようです。実際全ての装備を装着した状態でバランスする位置を見つけないと意味がないですが、とりあえず後ろ寄りに固定した方が良いと思います。拡張パーツを製作するために各部を採寸します。フュージョン360でモデリングしていきます。こちらは接眼部のセンターを合わせるためのジグです。コリュメーションアイピースとしても使用できるように中央に小さい穴を開けました。壁圧を増やして筒部分が変形しにくいようにしています。そしてこちらがレンズフードです。 MAK84 を製作した時より壁を厚くして強度を上げています。レンズフードに綺麗に収まるバーティノフマスクを製作します。バーティノフマスクドローイングジェネレーターでパラメータを修正しながら形状を決めていきます。SVG ファイルへ出力して Fusion 360へインポートします。インポートした下書きから 3D モデリングを行い、最終形状に仕上げていきます。レンズフードにぴったりと収まるようになっています。スライサーで 3D プリント用の G コードを生成します。まずはレンズフードと
接眼部のセンターを合わせるためのジグの印刷データを作成します。次にバーティノフマスクの印刷データを作成します。こちらが 3D プリントの風景です。品質優先で印刷スピードを抑えめにしているので時間がかかります。印刷したパーツを試していきます。まずは接眼部のセンターを合わせるためのジグです。中心に穴を開けてコリメーションアイピースとしても使用できる仕様です。入り口の寸法はちょうどいいくらいですが、肝心の鏡頭側の穴に対してはややクリアランスが大きい状態です。かなりセンター付近に収まるようにはなりましたが、まだ十分ではありません。マスキングテープで径を調整してみます。入り口もギリギリ通ります。テープが一部でも重なるともう通らなくなってしまうくらいのクリアランスで、これが限界っぽいです。次はレンズフードです。固定用の出っ張りがちょっと大きすぎたようで、少し削っています。専用に作ったバーティノフマスクがぴったりと収まります。
まだちょっと硬いので、もう少し出っ張りを削った方が良さそうです。ということで、まだ実戦投入できていませんが、どんな移りをするのか楽しみです。続く。